愛と婚姻、泉京花中央堂、まず言う、めでたしと、九子、また言う、めでたしと、親類ら、皆言う、めでたしと、父、法友、皆言う、めでたしと、彼らは、近々前として、新夫婦の婚姻を祝す、婚礼、 果たしてめでたきか。小説における男女の主客が婚礼は意図めでたし、何となれば彼らの高炉団は皆合金のことある以前、すでに経過し去りて、次来無事悠々の間に平和なる歳月を送ればなり。しかれども、核のごときはただ一部、一遍、 一局部の和平にとどまるのみ。その実、一般の婦人が忌むべく、恐るべき人生観は、婚姻以前にあらずして、その以後にあるものなりとす。彼らが慈愛なる父母の焼酎を入れて、その身をいたす旧個はいかん。夫はいかん。古従とはいかん。すべての関係者はいかん。旗 社会はいかん。在来の経験によりてみるところの、それらのものは果たしていかん。兄、感心すべきものならずや。婦人の婚姻によりて、うるところのものは、おおむね、核のごとし。思考して、男子もまた、先人いわく。妻なければ、楽しみ少なく、妻ある身には、悲しみ多し。 とそれしかるのみしかれども、社会は普通の場合において、個人的に諸しうべきものにあらず、親のために、子のために、夫のために、地気親類のために、無僕のために、町のために、村のために、家のために、急せざるべからず、泣かざるべからず、苦しまざるべからず、甚だしきに至りては死せざるべからず。 常に我という一個簡単なる肉体を超然たらしむることを得て、多く他人によりて左右せられ、是非せられ、なおかつ支配されるものたり。ただ愛のためには必ずしも我という一種、勝手次第なる観念の起こるものにあらず、完全なる愛は無我のまたのななり、故に 愛のために戦か。他に与えられるものは、何といえども、苦といえども、喜んで、甘んじて、これを受く。元来、不幸といい、窮苦といい、観難辛苦というもの。皆、我を我としたる我をもって、他に、社会に、対するより起こるところの、遠言のみ。愛によりて、 我、なかりせば、いずくんぞ、それ、暗くあらんや。上司、駆け落ち、感動等、これ皆、愛の文弁たり。すなわち、その人のために喜び、その人のために祝して、これを、めでたしと言わんもかなり。ただし、社会のためには、炭ずべきのみ。一人、婚礼においては、儀式上、文字上、 別に何らの愛ありて損するにあらず、ただ男女愛会して祝前と杯きを巡らすに過ぎず、人の未だ結婚せざるや愛は自由なり、ことわざに曰く恋に上下の隔てなしと。しかり何人が何人に恋するも、誰かこれを非なりとせん。一旦結婚したる夫人は、 これ、婦人というものにあらずして、むしろ、妻と言える一種、女性の人間なり。五人は、彼を愛することあたわず、いな、愛することあたわざるにあらず、社会がこれを許さざるなり、愛することをえざらしむるなり、要するに、社会の婚姻は、愛を束縛して、圧生して、 自由を剥奪せんがたために作られたる残蔑・国蔑の刑法なりとす。古来言う、歌人は白名なりと。けだし、社会が彼をして白名ならしむるのみ。婚姻帳物田になかりせば、何らの歌人か白名なるべき。愛における一切の葛藤、ふんん、失望、自殺。 疾病など、あらゆる恐るべき熟字は、皆婚姻のあるによりて生ずるところの結果ならずや、妻なく、夫なく、一般の男女は、皆ただ男女なりと仮定せよ。愛に対する道徳の罪人は、なへんにかいできたらん。女子は、情のために、その男を毒殺するのようなきなり。男子は、 愛のために密通することを要せざるなり。いな、ただに要せざるのみならず、しかき不快なる文字は、これを愛の辞典の何ページに求むるも、決して見いだすことあたわざるに至るやひっせり。しかれども、核のごときは、社会の秩序ありて、あえて許さず。ああ、結婚をもって、愛の体制したるものとなすは、 大いなる誤りなるかな。世人、結婚を発することなくして、愛を発せんか。五人は、浄河を愛することをう。浄河は、五人を愛することをう。何人が、何人を愛するも、妨げなし、害なし、はた、乱もなし。強度にして、翔君を愛するも、翔君、兄、 場に乗るの恨みあらんや。その修繕として、故国に嫁ぎたるもの強度が今後しいたるにほかならず。しかも、婚姻によりて、愛を縁と欲するは、なんぞ水中の月を虎えんとする、怨光の具と大いに異なるあらんや。あるいは、婚姻をもって、相互の愛を有形に確かむる証拠とせんか。 その愛の白弱なる論ずるに足らず、はばかりなく直言すれば、婚姻はけだし、愛を拷問して、我に従わしめんとする、卑怯なる手段のみ。それしかり、しかれども、子は婚姻の裏面を言うもの、その表面に至りては、御人が国家を作るべき分子なり、親に対する行動なり、 家に対する責任なり、法有に対する礼儀なり、親族に対する抗議なり、総括すれば社会に対する義務なり、しかも我において寸号の益するところはあらず、婚姻何ぞその人のために喜ぶべけんや、祝すべけんや、めでたからんや、しかもコードは言うめでたしと。 九子は言う、めでたしと、親類は言う、めでたしと、法有は言う、めでたしと。そも、何のいぞ他なし、社会のために祝するなり。古来、我が国の婚礼は、愛のためにせずして、社会のためにす。法事の国は、子孫なからざるべからずと命ずるによれり。もしそれ、 愛によりて起こるところの婚姻ならんか。9個何かある。小十と何かある。すべての関係者何かある。そもそも社会は何かある。しかるに、社会に対する義務のために、やむを得ずして婚姻をなす。9個は依然として9個たり、関係者皆依然として彼を急せしむ。人の親の その子に押しうるに、愛をもってせずして、みだりに狂犬、帝縮、恩従をのみ、これ、こととするは何ぞや。すでに言う、愛は無我なりと。我なき者、誰か人倫を乱らんや。しかも、婚姻をもって、人生の大礼なりとし、いでては帰ることなかれとしう。夫人、甘んじて、この命を受け、 行いてかす。その中象、憐れむにこらえたり。謝せよ。新夫婦に感謝せよ。彼らは社会に対する義務のために、大能不快なるあまたの敬類に束縛されんとす。なんとなれば、社会は人によりて作られるものにして、人は結婚によりて作られるものなればなり。ここにおいてか、 中央度は言う、めでたしと。九子は言う、めでたしと。親類法言う、水俣いう、めでたしと。しかり、新夫婦は、やむを得ずして、社会のために婚姻す。社会、一般の人にとりては、めでたかるべし、嬉しかるべし、愉快なるべし。これを、めでたしと祝仙よりは、むしろ、陰銀に、新夫婦に向かいて、 写してかなり。新夫婦そのものには何のめでたきことあらんや。彼らが来道してめでたしというは、社会のためにめでたきのみ。再現す、五人、人類がよりてもて、生命を損すべき愛なるものは、さらに婚姻によりて得らるべきものにあらざることを、人は死をもって 絶痛のこととなす。しかれども国家のためには喜びて死するにあらずや、婚姻またしかり、社会のために身を犠牲に供して何人もめでたく式三参根せざるべからざるなり。明治28年5月。